本日はロマンスカーに乗ってみたいということで新宿駅に降ります。すいません、はい、ロマンスカーのチケット購入したんですけど、はい、どうしたらいいんでしょうかね。これと別に乗車券っていうものが必要です、はい、乗車券 IC カードだから入っていただけるのが大丈夫です。はい、なんか分かんなかったけど、とりあえず IC で入れってか。で、ロマンスカーは2、3乗り場おっといけないよ。エレベーター発見。これで乗るかね。どこだ。こっちか。そうみたいだな。ロマンスカーって書いてあるもんね。なんかいっぱいあるんだな。で、放射線用で私が乗りたいのは2時の箱根湯本行きなのでこちらだ。3号車、2号車、私のは4号車だったかな。なんか売店とかあるかなと思ったんだけど、まだ40分ぐらいあるもんね。なんかね、全然売店とかないんだよね。じゃあ何、車内販売とかある？ないのかよ。Wi-Fi もないの？なんだよ、充電しかできないのかよ。で、剣もセットみたいのじゃなかったしね。閉まって新幹線みたいにな掃除すんだな。椅子が反対に向くんだ。そろそろ乗れますかね。いよいよ初ロマンスカーで、4号車のドアは開かないから、5号車からよ。10分前に開くんだね。じゃあ入るとしますか。どうもはじめまして。なんか綺麗な感じはするけどね。ドアが自動で楽ちんだね。で、座席はまだまだ先のこちらでございました。なんか微妙。で、ポケットになんかペラッと入ってて、カーテンがあって、はーい、箱根行ってきます。的な。じゃあ車内販売はないけど自販機はどうなの？なんか面白いのあるかなと思ったんだけどね。おしるこはなさそう。 IC は使えますね。じゃあ戻るか。とりあえずポケットに入ってたなんかちょっと見とこっか。以上終わり。じゃあ全然別にまだ充電減ってないけども、充電だけでもしておこうか。リクライニングはできるっぽいな。では箱根に行ってくるぜ。さらば新宿。新幹線みたいに
特急券と乗車券と違うってことだった。しょうがない、大阪で買った梅練り食べます。すっかり溶けて固まってた。早く着くのかね、普通の電車より。お金かけただけあってな。で、この川なんだ。今どこにいるのかな。てかあれ、止まんの？何？ずいぶん止まるね。普通に行った場合と時間的にはどんくらい違うの？金額が1200円ぐらいで大して変わんないじゃんね。に着きました。これは何川ですか？お、なんとか温泉は飛ばすんだね。なんとなく箱根っぽい景色になってきましたね。でも川を過ぎております。おー、山だ。やったー。あの山は何ですか？橋だ。おー、田んぼだぜ。すげー、景色変わってきたね。ところでこの電光掲示板は一切使われてないんだけどな。こちらは私が前に来た小田原でございますね。先月も来たっけか。お、ロマンスカーがサボリングしている。お、あれは小田原城ですかね。
箱にもないしね。箱根湯本到着しました。以上、初ロマンスカーでございました。ロマンスカーはもういいかな。お世話になりました。あー、ここだったら駅弁買えるんだな。お、前も時間切れで行けなかったカフェがありますね。今日もちょっと寄ってる時間はないな。まあ、なんかお得なクーポンがあるわけでもないからな。カフェには寄らず、バスの乗り場に向かいますか。さて、バスの乗り場、今回はすぐにわかるかしら。前回は相当迷った記憶があるかな。お、タクシー乗り場があるんだね。観光案内所もありました。で、あっちにバス停があるけど、この辺かな。これでも行けそうだけど、みんなが並んでるのはこちら。あ、これだね。で、3番も並んでますね。時間が33分で、おー、来るじゃないか。来ました、来ました。結局10分ぐらい遅れてたかな。オーバーハングってなんだ。お、整理券取んのかね。なるほど、そういうことか。私に話しかけてたんだね。そりゃ失礼いたしました。あ、座れてよかったよ。さて、どんくらいで着くかね。さすが峠道、めっちゃ揺れるバスでしたね。あ、雨降ってきちゃった。お、運転手さん、お友達がいっぱいいるね。羨ましいな。お、電車最寄り駅な。最寄りって言うけど、だいぶ歩くっちゃね。4時になりましたが、まだ着きません。揺れ3にお越しのお客様、こちらでお待ちください。この場所一旦には入りません。お待ちなりの場所でお願いいたします。入んねえのか。お、あそこが森の湯だね。ありがとうございます。ありがとうございました。で、帰りのバス停は、お、向かいにありますね。そこな。OK。では、最初の目的地、森の湯に行きます。お、ユネッサンなんだね。ユネッサン見たことないね。お、足湯がそこにあるんだね。雨降ってなければね、足湯も行きたいけどね。まあそんな時間はないかね。ホタルはどこで見れんのかな。今日はホタル鑑賞ができるっていうプランに申し込んだんだよね。温泉と夕飯のビュッフェ付きで、どこだ、なんかコンビニかと思ったらウミガメだったね。なにこれ、水曜日休み。なんで今日プラン組んだんかね。
お、3階が森の湯だ。とりあえず登るだろう。お、なんだこれ。あれ、フロント、すいません、森の湯に行きたいんですけど。はい、外国人だった。でも親切だね、わざわざ。ありがとうございます。ドア開けてくれた。あ、そっちから来れたんだ。っていうかすげえ雨。とりあえずサムネショット撮っといた。で、これを見せてくれってな。なので用意して、これ予約してたんですけど、はい、ありがとうございます。タオルはお持ちですか？あ、持ってないです。タオルついてないのかよ。タオルがバスタオル250円、フェイスタオル150円でレンタルしております。フェイスタオルをお願いします。はい、決まりました。こちらが入館証明書のリストバンドでございます。はい、こちらフェイスタオルでございます。はい、ロッカーをお好きなところを使っていただきます。先生、はい、前左側にございます。はい、もうすぐにあった。休憩所がここね。では早速お風呂に入ってきます。で、ホームページから写真を借りて説明したかったのだけど、なかった。とりあえず露天風呂がいっぱいあって最高なお風呂でございました。で、こちらがアイスの森、サーティワンと牛乳アイスがいろいろ種類があったね。お値段はこんな感じで、コーヒー牛乳もありますよと。信玄餅アイスは食べたことないね。まあ食べたいと思わないけどな。プレミアムチョコレートは美味しそうだな。バンダイにお申し付けくださいってか。現金は使えません。こちらは入浴剤、あとはなんか化粧水とかかな。男湯こっちにあったんだね。で、こちらのドリンクもお汁粉はありませんでした。お、バス時刻表なんか書かれてたね。鉄道遠いよな。時間は遅いんだろうけどね。とりあえず休憩所でちょっと休憩してみた。美味しそうだけど、今から私はディナービュッフェなのでね、食べるのはやめといた。そしてタオルも現金は使えませんでした。さてと、ディナービュッフェの場所はどこなんだろうな。何の説明もないんだけどな。雨だね。時間も何時からだったっけな。とりあえずお土産屋さん覗いてみよっかね。なんかいろいろあるもんね。なんか面白いもん買えっかな。温泉卵ってそういえば食べたことないかもな。この子はキャラクター味あるのかな。バターケーキ、みんなバター好きよね。ね、昆布だし、おい、ええ話や。かりんとまんじゅう、ご自由にお持ちください。お、ちっちゃいやつもあるんだね。ええ話や。
お、試食もあるのか。お、これもちっこいのあるね。この辺買っていくか。何これ、飴ではありません。ゆうべしパイ、湯の卵、まんじゅうかな。チョコクランチだったのか。マシュマロにキャンディーで、なんかお祭りみたいのがあって、入浴剤ここにもあったね。でこちらが噂のお休みのお店な。どんなものがあったんかね。スイーツ、うん、結局私の食べられるものはなさそうだったね。お、かまぼこ、なんか岩のりがいっぱいあるっていう話や。お、このちっこい味噌でも買ってこっかなって思ったんだけどね。なんて見てたらさ、6時なので閉店って言われたよ。ビュッフェ6時半からな。ショック。いや、時間に正確だね。なんでそんな時間に設定したのかね。ちょっとぐらいなんかかわしてくれてもいいじゃんかな。で、6時半になりましたので、お食事の会場な、そこだと思ったら全然違った。フロントが上にあるね。じゃあこっちのフロントで会場どこか聞いてみようかと思ったんだけど、広いな。どうしよう、森の湯に戻って聞くか。いや、ちょっと時間がロスしそうだからな。でもなかなかここフロントにたどり着けないのよね。あー、もう時間もったいない。90分しかないのにここでロスしてる場合じゃないんだよな。人もいないし入れないし。あ、誰かいた。あ、すいません、今日6時半からディナービュッフェみたいのがあるみたいなんですけど、あの、ホタルと、ホタルコワーキンですか。はい、じゃあホテルコワーキンお越し。あ、うん、じゃなくて、はい、ホタル鑑賞とディナービュッフェのセットみたいなのがあって、はい、それに今日申し込んでて、はい、で6時半からビュッフェらしいんですけど、はい、それがどこだか知りたくて。はい、ビュッフェはホテルコワーキンですか。あ、もう分からないです。なんか予約画面とか拝見させていただきます。いや、もうここで時間ロスしまくりだ。少々お待ち。はい、ディナービュッフェ森の湯、うんうんうん、じゃあ今は夜ご飯もよろし、うん、いかが、よろしいでしょうか。もしくは森の湯がどちらでよろしいでしょうか。森の湯に行って聞けばいいんですね。あ、いや、少々お待ちください。はい、森の湯はなんか3階にございますけど、うんうん、でもビュッフェの場所とかちょっと、うん、
少々お待ちください。はい、プランホテルビュッフェの、はい、はい、森の湯はもうご入浴をされまして、はいはい、次デナーのビュッフェがホテルコアキエンですか。そうですね、ホテルコアキエンでディナーのビュッフェがあって、これからホテルに行かれ、まだホテルには行ってない、ね、行ってないです、はい、これからじゃあホテルに行かれるという形ですね。はい、場所なんですけども、まだ時間かかるの。今ここ4階で、1階に下ると1階から外に出れて、そこから道路を渡った向かいの建物、もうすぐ向かいの建物で、そんな遠くなくて、3分、まあ、5分かからないくらいですぐ着けまして、そこの建物にそこに受付いたします。わかりました、ありがとうございます。5分もかかるの、無理無理、早くして。もうすでにかなりタイムロスしてるんだよ。泣いたな。ここから5分だいたい場所わかんないの。5分もかかんの。っていうか雨だ、こりゃダメだ、5分も歩けない、びしょ濡れになっちゃうよ、場所わかんないんだもんだって。ダメだ、森の湯に戻って傘借りよう。初めからここに来ればよかった。あれ傘ないのか。傘の貸し出しとかないですかね。あ、ディナービュッフェの場所がわからなくて、アクアキエンなんですかね。すいません、ね、はい、左出て左行くと階段あるんで、はいはい、一番下まで降りていただくと、はい、斜め左方向にホテルが見えますので、はい、こちらが小分けのホテルになります。 ありがとうございます。左つった、左つったけど左に行くとこなんかある。右の間違いじゃなくて、なんか右の方がいろいろありそうだけどね。でも左って言ったもんな、階段降りてつったよね。ああ、あった階段。降りれた。で、降りて。どこ？降りれない。もうちょっと勘弁してくれ。ああ、足湯こんな感じだったんだ。晴れてればね、30分ここで待ってたのにな。で、どこなの入り口、わかんない。ランチパーキングって書いてあるけど、そっち、こっち、どこ、そこかな。とりあえず行くしかない。小涌園って書いてあるね。ここで合ってるっぽいな。ありがとうございました、助かりました。で、1階にはどうやって行くの。これか。ね、もうね、時間もったいないな。90分っていうだけでも短いのに。何のために30分待ったんだよ。こんばんは。今日ホタル鑑賞と、ディナービュッフェがセットになってるっていう、6時半からの、はい、会場はここでいいんでしょうかね。小林様、はい、こちらで化石までご案内いたします。ありがとうございます。よかった、やっとだ。ありがとうございます。お住みになりましたら、こちらのカード入り口のスタッフまでご返却お願いします。はい、レストラン10スタイルとなっておりまして、はい、ソフトドリンクとアルコール全て飲み放題となっております。はい、ご利用ください。はい、お席の目安を90分とさせていただいております。お願いいたします。はい、
こちらですね、追加注文でベニズワイガニと赤ワインの方を購入させていただいております。こちらの際はスタッフの方までお付けください。はい、ありがとうございます。というわけでした。何言ってたか分かんなかったけどね。ひとまず荷物を置かしてくれ。20分ロスした。1時間ちょいだな。よし、早速取り行くかね。まずはスイーツがあって、ケーキがあって、おもちゃみたいなドーナツ、ドリンクどん、なんかお茶がね、種類めっちゃいっぱいあったね。で、この辺はお子様のセット。これがさ、ペットフードなのかと思ってびっくりしちゃったよね。子供の食べ物だったみたいだね。味噌汁と茶碗蒸し、でっかいエビフライがありますね。何これ、小脇園ラーメンなんていうのがあるんだ。へえ、知らんかったね。なぜか唐揚げ、結構食べたことないものいっぱいあったんでね、食べてみたかったんだ。時間あるかな。このいちごジャムがめっちゃうまそうだったんでね、ちょっと食べたいんだよね。精進料理とか言いながらチーズだったよね。植物性の取らなくてよかった。ご飯のロボットが面白かったね。ピョンってご飯出てくる。はい、和食のコーナーはとりあえず全部取るじゃんか。ひつまぶしはいいや。でも今うなぎって旬なのか。なんかいろいろあって悩むけど、なんかトレーが重くてあんまり持てなかった。とりあえず和食系だけは取ってきた。ビュッフェでもご飯は欠かさない。ではいただきます。まずはお茶でジャスティース。よかった。で、醤油がちょっと残念だけど、おしぼりで手を拭く準備をしてな。わさびを溶いて、まずはサーモン。なんか丸く握られてて取りやすいの。お腹空いてたからめっちゃうまいよ。分からなかったので、宿泊の人しか利用できないんだろうな。ランチが4,000円だったから、それよりはもうちょっと高いのかなと思ったけどね。で、甘エビ食べたことないから頑張って持ってきたけど、いや、これ皮むくのに時間かかるな。うまいけど、めっちゃうまいけど、どこ食べていいかわかんないし、皮むくのに時間かかるし、手汚れるしな。時間ない時にはちょっと作戦ミスだったかしら。そしてマグロにはやっぱり白いご飯必要だもんね。いや、でもカレーを添ってくればよかったな。どこにあったかわかんなかったんだよね。
でカツオでしょ。これはね、味ついてるみたいなんだね。ポン酢がかかってるみたいだったよ。なので生姜だけ乗せてね。このフライドガーリックが結構効いてたね。で、せいろに入ってたのがあんかけの茶碗蒸しでございます。うん、中にはかまぼことか入ってたかな。で、気になったのが VI ベース黄色いおでんな。まずはあさりでしょう。そしてじゃがいも、そして魚、なんだったっけね。うん、うまい。で、つみれ、つみれもうまいね。トマト、酸っぱ、そしてまたしてもエビ乗せてきちゃったけどさ、これまたな、どうやって食べたらいいの？全然剥けないんだよね。どこ食べたらいいんだろうな。いや、剥けないっていうか痛い痛い痛い。これ口に入れたらやばそう。え、これ食べないのかな？だし？ただのだし？でもなんか食べてあげなきゃいけない気がするけど無理。残念、ここまで食べた。そしてせっかくなので小涌園ラーメン作ってきましたよ。ていうかね、人がめっちゃ増えてきた。ちょっとね、料理取りに行くのがなかなか至難の業よ。どの辺が小涌園なのかわかんないけどね。しかしホタルはどこで見れる予定だったのかね。雨めっちゃ降ってるかな。そして謎の唐揚げ乗せようかどうしようか悩んだけど、マニュアル通り乗せてみた。なかなか人がいっぱいでちょっと取ってこれなかったけど、こんな感じ。こちらは北海道のじゃがいもスープ。うまいうまい、甘くてうまいです。あと20分ぐらいだな。やばい、精進料理。山芋が入ってたので取ってきました。わかめも美味しそうだしね。甘めの味噌をつけてな。で、こちらがスンドゥブ。豆腐がめっちゃうまいか。これは取ってきてよかったな。またしてもあさりな。で、なぜかかまぼこ。これは多分本場のには入ってないだろうね。合うかどうかわかんないけど。さてと、お皿下げに来ないからここに積み上げるパターンだなと思って、次のカトラリーも用意しといたのに下げられちゃったよ。おしぼりも用意しといたのにな。だからこれ用に一応スプーンとフォークだけ取ってきたけど、デザート用じゃないのよね。で、こちらがクリームブリュレだけど、香ばしいプリンだね。美味しゅうございました。コーヒーがうまい。そして美味しそうだったいちごジャム、どうしても食べてみたかったので取ってきちゃった。たっぷりのせて、
ここまで来てパン食べるのはと思ったけど、このジャムは外せないよね。そして蜂蜜もすっげーうまそうだったので、この蜂蜜はね食べたかったんだよね。こんな感じで、あ、やっぱりベトベトになるよな。いやー、蜂蜜最高うまい。よかった、これは取ってきて正解でした。今日美味しかったのは豆腐とこの蜂蜜だな。しかし、おしぼりがなかったんだよね。でもベタベタすぎてやっぱり無理だ。ちょっとおしぼり探してくるか。時間ないけどな。ああ、よかった、おしぼりあって。では、本日ラスト、わらび餅。まずは、普通のきな粉。なかなか取れないけどな。これは歯ごたえがあって、美味しいわらび餅だ。なぜかあんこが置いてあったから、あんこも取ってきたけどな。そして、抹茶のわらび餅。これはあんこに合いそうだ。なるほどな。じゃああんこと一緒に食べれば、間違いない。では残ってしまったあんこと、ノーマルわらび餅な。あー、なんか全然持ってこれなかったし、心残りありまくりだけど、時間がもうないからね。ごちそうさまでした。じゃああと10分ぐらい時間あるからね、コーヒーをもらってきたよ。このカードを提出しろってか。バスツアーより個人で申し込んだ方のが安そうと思ったけど、どうかな。っていうかどこだ、フロント。4階だった。大人になったらこんなところに泊まりたいね。っていうか、土砂降りすぎる。ダメだ、ごめん。バス停まで貸してくれ。いやー、びしょびしょになってきた。やだ。っていうか、真っ暗でどこだ？バス停どこだっけ？あー、やっとたどり着いた。ヒヤヒヤだぜ。っていうか、あれ？行き先が違う。どこ？私が乗るべきバス停どこなの？あ、そこになんかあった。これじゃなきゃ死ぬ。いや、よかった、これだ。出た。そうだよね。はぁ、ギリギリセーフ。はぁ、スイーツと一緒に飲みたかったな。てか、風強すぎて。飛ばされた。もう飲めないよ。ごめんなさい。やっと来たけど、びしょびしょだ。で、もうロマンスカーの時間は終わってっからね。ここで降りてもしょうがないからね。小田原まで行くことにするけど、料金が640円だったかな。あれ、 JR の乗り場の
案内が見当たらないんだけど、あれないよね。ここじゃないのかな。うわあ、あったよかった。お土産屋さんやってるね。買うとしたらここで味噌まんでも買えばいいのかな。うなパイもあるか。うん、なんか視線を感じると思ったら忍びの者がおったぞ。で、電車の時間は何時だと思ったらもうすぐだったので、お土産は買わずに帰ることにしました。普通にバスツアー申し込んだ方が安かったかも。